利根坂にて義景と決別を果たした光秀は信長と共に近江へ向かい、浅井長政の本拠小谷城を包囲する。もはや頼るべき盟友もなく、孤立無援の窮地に陥った長政に対し、信長は最後の降伏勧告を行う。しかし長政は勧告に応じず、浅井家に嫁いだお市も織田家に戻ってこようとはしなかった。長政の覚悟に応えるべく、天下一新を推し進めるべく、信長と光秀は浅井との大一番に臨む。小谷城の戦い。やはり長政殿に降伏する気はないようだ。もう長政を討つしかねえってことか。お市と権六殿はどうするんだ。長政に加担するならば討つほかあるまい。様子はどうだ美月。ダメだ、二人ともこの前より思い詰めた顔してる。俺がやってきたことは本当に親父のためになってんのかな。俺たち忍びはきっちりと任務をこなすだけだ。それを積み重ねてりゃいつか織田殿も笑顔になるさ。そうだよな、ありがとう桃地さん。使命を果たす。一丁かまそうぜ光秀さん。浅井をこの地で滅ぼす。二手に分かれ本丸まで進軍するぞ。長政殿に俺の覚悟を示す。天下一新暴ませはしない。親父たちに遅れないよう俺たちも進もう。邪魔する奴らは蹴散らしてやる。砦の制圧になったようだ。進軍を再開する。さて景気づけに火をつけて進むか。先に目障りな敵兵を始末するぞ。ついに織田勢が攻めてきたな。俺は絶対に負けない。よし一度下がるぞ。敵を迎え撃つ準備に入る。兵を指揮する俺と信長殿いずれが引いてもこの戦敵方の勝利と心得よ。圧勝して浅井に力を示さねえとな。味方の戦力にそがれないよう気をつけねえと。敵だ。よしぶっ飛ばす。よしあの砦を攻めるぞ。少しでも親父の役に立たねえと。俺に任せろ。敵兵はあらかた片付いた。よし砦に火をかけろ。開門。開門。あの砦だ。不自然に門が開いているな。探りを入れるべきか。もっと派手に燃やしてやろう。登録兵を出せ。開門。分かったぜ。他にも手頃な砦があるじゃねえか。じゃんじゃん燃やしていくぞ。
この砦を落とすのが我らの役目。ご助力を願いたい。わかったぜ。まだ出る時ではないが、かかれ。砦は落とせたな。忍びのみんなはここを拠点に使ってくれ。潜ませていた忍びが感化された。さすがは兄様ね。援軍を呼び込むのに手頃な砦だ。急ぎ落としてしまわねば。クルク、俺に任せろ。姫のため、ここは俺が食い止める。織田の者ども、ここを抜けたくば西畑を倒していけ。打ち死に、今起きろ。打ち死に、打ち死に、任せろ。これより我らも参戦いたす。くぜ、打ち死に。よう、お前死にに来たのか。へへ、どんなもんよ。聞かせていただこう。よし、この間な、気をつけろ。織田の軍勢が近づいてきた。これ以上進ませるわけにはいかない。開門の全てで。でしょう、切り伏せた。殿の腕ならば当然ゆえ。よし、このまま本丸までかけよう。信長殿の足を引っ張るわけにはいかない。速やかに進軍せねば。そこを絶対に通さない。兄様の思い通りにはさせないんだから。なあ、お市さん、戦わなきゃダメなのかよ。親父のことそんなに嫌いなのか。兄様が嫌いとかそういうことじゃなくて、私は長政様と同じ道を歩みたいの。そらよ、余裕余裕。一、無事か。俺も共に戦うぞ。そらよ、長政様。うん、敵を押し返そう。やはり二手に分かれて攻めてきたか。地の利は俺たちにある。敵の背後をつけ。開門。手の内を読まれていたか。別動隊が危ない。火星に向かわなくては。長政さん、なんで折れねえんだよ。目指す先は親父とそう変わらねえはずだろ。いや、信長のやり方で気づく天下なんだ。俺は見たくもねえんだよ。打ち死に。尋常に勝負いたせ。刃を受けろ。いざ参ろうぞ。俺の力の礎となれ。叶う相手ではなかったか。見事、さらに精進せよ。私は諦めない。必ず兄様に勝ってみせる。俺に任せて。敵将ぶっ飛ばした。俺の全てで。敵将切り伏せた。叶
う相手ではなかったか。増援がやられたか。手強いな。耐えきれ、引かせてもらう。なんと目覚ましきご活躍。さすがに強い。だがまだ負けたわけじゃねえ。俺に任せろ。開門。本丸への道が開いた。進軍するぞ。浅井勢の戦意は衰えぬ。だがここが正念場だ。ひるまず進め。開門。敵の増援は北へ向かったか。ならば我らは迅速に本丸までの道を確保するぞ。開門。承知した。へへ、どんなもんよ。引かせていただこう。やりよる、見事よな。それに任せろ。刃を受けろ。貴重、切り伏せ。承知してた。叶う相手ではなかったか。俺に任せろ。行くせる。俺はまだ強くなれる。目の全てで。貴重、切り伏せた。承知した。耐えきれん、引かせてもらう。上場の戦果、あなたなら当然か。俺に任せる。天下無双、それほどの力が俺に。俺はまだ強くなれる。開門。本丸までの道は開けた。先を急ぐ。承知した。この道は進めば信長殿と交流できるかもしれないが。一、お前は逃げろ。これ以上俺に付き合う必要はねえ。最後までお供しましょう。俺に任せる。開門。刃を受けろ。行くせる。これでいい。目の全てですぐに本丸へ進むぞ。討ち死に。討ち死に。討ち死に。行くせる。君には指一本触れさせん。目の全てで。姫が戦場に立つ限り、君は全力で守るのみ。目の全てで。これで本当にいいのかよ。長政殿が折れない以上やむを得ない。相応の覚悟なくして天下一新はならない。
なもんよ。引かない、絶対に。そらよ、ここで倒れても悔いはない。全力で兄様たちを倒す。もはや何も言うまい。行くぞ。一、おいしとも、その覚悟に俺も応えよう。力がみなぎる。なしはしない。俺の全てで。残るは長政のみ。行くぞ。切れはしまい。開門。刃を受けろ。俺の力の礎となれ。来た、勝負だな。俺はあんたに下る気はねえ。絶対にだ。どこまでも愚直なやつだ。長政、ここで決着をつけさせてもらうぞ。光秀、お前もようやく腹をくくったようだ。ならば遠慮なく行くぞ。お互いに己が信じる正しきことのため全力で戦おう。長政殿、吉金様、勝家、俺は最後まで抗ってみせる。行くぞ。俺の全てで。ここまでか。しまいだ、浅井長政。その目、やっぱり変わったな、あんた。所詮は歌方の夢か。長政殿、俺は。言うな、光秀。わかってる。正真正銘、俺の負けだよ。だがな、どんだけ強かろうが、義に戻り、身勝手に多くの命を奪ったあんたを、俺は絶対許さねえ。鬼畜生に気づける天下は、花一つねえ地獄だけだ。因果応報、ろくな死に方しねえよ、あんた。ああ、忠告、痛み入る。うわっ、ちくしょう。秀吉殿、先ほどはなぜあのような口添えを。身内とはいえ、処断をせねば周囲に示しが。勘違いすんな。別に情けをかけたわけじゃねえ。ただ使える手駒は残しとくべきと思っただけだ。この大谷での一戦を経て、織田の名はより一層広く天下に轟いたに違いねえ。おいらたちも一層気を引き締めねえとな。使えるもんは何でも使ってのし上がってやろうぜ。ああ、天下一新、俺の刃はそのために。よう、またしょげてんのか。美月、桃地さん、親父変わっちまったよな。昔の親父なら血のつながった妹にあんな冷たいこと言わないはずだ。は？何を言ってんだ美月。
実の弟を殺した男が身内に優しいわけねえだろ。え？弟を殺してその子供を忍びの里にこそこそ捨てるやつだ。裏切った妹なんざへとも思ってないだろうよ。ちょっと待ってくれ。その子供ってまさか。待て、お前知らなかったのか。てっきり俺はお前はジップの仇に取り入って首を取る魂胆とばかり。どうやらお前の耳に入れるべきじゃなかったようだ。この話は忘れろ。これ以上苦しみたくなければな。そんな話は信じねえぞ。よし、これで種まきは済んだな。あとは花が咲くのを待つだけだ。進むぞ、光秀。天下一心をなすまで歩みを止めてはならぬ。それが俺たちのなすべき正しきか。そのためにくすぶる火種は余さず絶やさねばならぬ。たとえ天魔と揶揄されようとも、俺は徹底的に乱世を壊す。たとえその過程で無垢な花がすすけようとも。それでも先の世に希望をつなぐことはできる。正しきを貫く。そのために俺は刃を研ぎ続けた。すべては天下一心をなすため。その子俺にも背負わせてくれ。これを鳴らせばもう戻れぬぞ。覚悟の上だ。で、あるか。